いや、パフィーベストが何度も言っちゃうけど、防寒具として優秀だな。うわ、静かだ。反応あってくれ。わずかな反応があれば、それでもう終われるのに。ザ・キング・オブ・ウィンター。長いこといてる、このワールドに。動画としてはそんなにいてないんだけど。いてないって。そんなにいないんだけれども、ちょっと僕の体験した時間は、やや長めなので、動画より。ちょっともう、もういいかなって、お腹いっぱいだな、このステージっていう気はしてるんですよね。でもないぞ、これ。こっちも道続いてないでしょ、絶対。ですよね。あ？ん？やや反応あり。あ、でもこれ、ウドゥンスイングかな？あれ邪魔だわ。なんかウドゥンスイングに騙されてる気がする。まあもうこの縁沿い歩いていく行動はもうやるしかないな。もしかしたらまだ道がどっかにあんのかもしんないし。でもこれウドゥンスイングでしょ。絶対そうだって。わかってる。とりあえず、このクランクスイング入れとこうぜ。これまだ足りてないよね。足りてない足りてない。あー、チェスト。いやー、これ足りてないのおかしいんだよな。だって、もう道ないもん。あれ？うっそ。ちょっと待って、見てないところなんてある？え、ワームホールないし、ここ生まれたところだっけ？あれ？どうだったっけ？生まれたところはこの辺か。だし、え？ここ置いてきたっけ？ちょっと待って、ほんと記憶が。なんか最初に見つけたのってリングスイングだったっけ？あ、もう記憶がほんとに。自分の撮った動画見直したいぐらいだ。そう、てかむしろそうした方がいいのかも。あ、痛い痛い痛い。ちょっと待って待って。背打ち、争うつもりはない。やめておこう。命を取られるだけだぞ。ウィグフリットに。あれ、そんな気がしてきたぞ。そうだったのでは？動画見直す？それとも自分で歩いて確認しに行くか。そっちの方がいいような気がするな。もうなんだそれ。よくないなぁ。ちょっと なんていうんですかね。話で言えば、前回区切りのいいとこまでやった動画の後ね、ちょっと疲れちゃったんで、ちょっと日にち置いてるんですよね、これね。それが、よくなかったな。記憶を曖昧にしてしまったな。うわー、これやらかしてるやらかしてるー。これこっちにある、置きっぱなしなんだ。これ置きっぱなしにしてた、多分取ってから。やべえ。たまに皆さんに聞く時あるんですけど、聞いてない？あれどこだろう、どこに置いたかな。すげえ反応あるんだけど、もうちょい上かな。あー、そうか、この辺に全部置きっぱなしなんだ。アイブレラとかどこ行ったっけとかって思ったんだけど、いやー、ないわー。寒っ。いやー、寒い寒いとかって、冬が寒いって言ってたけど、そうかー、ザ・キング・オブ・ウィンターね。寒さの王様は他の誰でもない僕だったっていう話ですかね、これ。はい、お後がよろしいようで。
ていうことで、クリアできるみたいなのでこれはドイヒひどいですね。これ本当にこれそこそこまあまあドントスターブもシリーズ結構長めにおかげさまでプレイしていますけれども、なかなかの寒さを発揮した流れですね。やっちったよ、アイブレラの姿が見えないとは思っていたんだけれどね。なんで取り忘れちゃったかな。なんかとりあえずこっちに行けばいいやって、こっちに移住してから考えたらいいやって思ってたんだろうね、きっとね。そうなんだろう、きっとその当時の僕の気持ちを振り返って、まあ、ちょっと言い訳チックなことをしてじゃあ何しなきゃいけないかっていうと、あ、ホタル取ったりしなきゃいけないかな。あとはもうメンテナンスして終わりなんで、あと産地回復しておきたいんだけど、そうだな、あっちでテント展開する、あーテント、そうか、作り直さなきゃないのか。なるほど、よっよっ、向こうで一回テントを展開して産地下げないと帰れないんで、うん、あっちで一回寝てから次のワールド行くかなとかってなんか思っちゃったけど、タムオシャンターでしばらく過ごせば大丈夫か。あ、それかまあモンスター倒せばいいですね。そうかそうか、雲いっぱいいるから雲とかその辺倒してから行けば産地は回復するか。うん、やっぱり普通のメンテナンスかな。このパフィーベストはまだ着るか？もう棒とかがいらないのかな？棒いらないし、プリントはまあいるか。草はいる。木はいる。まあシルクいらない。あ、じゃなくてシルクは、とりあえず、あれ？テント作っておかなきゃいけないですね。ああ、そうか、そういえば、アイスボックスも一応作るとかって言って、持って帰ってきたな、だったな。そうか。とりあえず、サバイバルのテントを保有にしておいて。で、ギア持って、カットストーン、エレクトニカルドゥーダット、で、フードのラン。あ、エレクトニカルドゥーダットはいらなかった。アイスボックス保留にして、あとはちょっと金取らないといけないから金は補充するとして、これを持って、でもピッチフォークはもういいか、あ、まあまあもういいかっていうか、まあ、チェスターに持たせておこう。でアイブレラと、そうだね、あ、でもそうか、虫取り網作るためにちょっと巣ってかシルクがいるんだ、クモの巣が。その分だけのシルクをちゃんと取っておいて、向こうで、うん、ホタルとか取ってから行くかな。で、マイナーハット回復させて、金持って行って、で、ウォーキングケーンでいいかな。はい。そういうことにしとこう。エレクトニカルドゥーダットはいらないわ。あ、でも寝てもいいな、寝られるんだったら。ちょっとお腹減ってる？お腹減りすぎてる？モンスターミート食べて。はい、寝ようぜ。寝る必要ないんだ。そうか、産地減らさないといけないのに。何が寝ようぜだよ。あ、ジャーキー持って行って向こうでジャーキー食べれば産地回復するな。そうかそうか。まあいいや、もうじっくりやろう。よっ。じっくりやったとてなんですけど。とてカットなんですけど。ちょっと雲倒してシルクを手に入れて、虫取り網だけは作っておきます。それぐらいだな。それでは虫取り網の準備もできたということで、最後のねオベリスク通過やっていきたいと思います。これうん、この花の近くにいるだけでガンガン産地下がるから、わざわざ摘み取る必要はなかったっていうことが分かったりなんかしたりして、とりあえずペンギンたくさん出ちゃってますけれども、このペンギンたちともお別れということで、行く前にジャーキー持っていかないとダメだな。
で、ホタルは森の方でよく出るので、うん、まあ、この辺りで、ちょっと一回、ホタルを取りたいかなと思います。そうだな。一度、ここで段を取って、倒します。よっ。幻覚を倒すぞ。あ、ホタル。そうだそうだ、ホタル捕まえないと。網持って、よっ。ゲット。で、これを、マイナーハットに入れる。入れる。61%。あ、やばい、火が消える、火が消える。よしよし。もうちょっと捕まえるとダメなんだけど、もうちょっと捕まえるためにどうしたらいいかっていうと、こうして、こうで。よ、ちょっと探しに行こうぜ。ホタルいるはずだけど。あ、いた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 。よし、キャッチ。まだいるはず。あ、いるいるいる。あ、あ、幻覚来た。幻覚来た。いてててて。殴られてるけど。大丈夫大丈夫。よしよし。ホタルはこれで大丈夫かな？もうこれでマックスまで行くかな。よし、かかってこい。産地50ぐらい回復しますからね、このでかい鳥みたいなのを倒せば。ちょっと ダブルアタックは効いてないな。ダブルではよしてほしい。あれ、鳥のやつ消えちゃった。鳥のやつがどっか行った。あいつこそ倒したいのに。あ、倒れた。勝った。あー、産地の上昇率があんまり良くない。取り倒したかったな。よ、よし。マイナーハットはマックス。持っていくものは全て修理できました。じゃあ、あとは産地をどこかで回復していくだけですかね。よ。だから、まあ、雲倒していきますか。とりあえず、サムオシャンターとか被ってればどうにかなるか。よっ。いや、ジャーキーの効果がこんなに薄れてしまうとはちょっと悲しい。あー、腐りかけのモンスターミートも、モンスターミートじゃない、肉団子まで。はいはいはい。まあ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 、雲と戦ってればなんとかなるでしょう、きっと。そんな悪いことにはならないはず。よっ。そうだな。できれば真っ赤にしてから行きたいけど、どうだろう。よっ、真っ赤になってる。で、夜が明けて、よし、行こうぜ。なんかすごい画面が白い、目に痛いけれど。雲は結構いるからな、近くに。まあいいか、やっていくか。こいつらとやっていくしかない。ここで死闘を繰り広げよう。よっ、鎧ちゃんと来て。あ、やばい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 。ちょっと待った、やっぱ数が多いか。あ、やばい、寒っ。あ、やばい、これちょっと逆に体力減っちゃってる系な結果になってる可能性がある。いや、まあ、戦った方がいいと思う、これは。戦え、戦え。戦うしかあるまい。あれ、チェスター死んだかも。あ、やばいな、これ。いすぎ。チェスター死亡。よっ。参ったな。もうちょっとうまいこと。まあ、産地は回復してるけどな。目的だった産地は回復してるけれど。それはそれでいいのか。鎧。よし、この黄色いやつがいない状態なら。黄色いやつがいない状態なら、大丈夫ですよ。じわじわ食らってますけど。よしよし、いいぞいいぞ。オッケーオッケーオッケー。これでパーフェクト。よし、
素晴らしい。体力3値マックス。よーし、よかったよかった。チェスターに持たせたなんか重要なアイテムとかないよね。持ってるし、そうだね、リングスイングもあるし、チェスターはもう置いていこう。さらば。申し訳ない、犠牲になってしまった。で、あとはこの聖打ちキャンプをちょっと刺激しないようにしながら上に行きたいかな。もうあと、なんだ、リング持って木一応立てといて、この中に必要なものはないし、あ、これ火通しとこう一応。よし、これで OK だ。これでタムオシャンターかぶって歩行杖持って、このまま北上していけば、あ、どうしてもこれ聖打ちキャンプ引っかかっちゃうか。あ、でも寝てるか、寝てる寝てる寝てるんだ。そうだ、規則正しい生活してるんだ聖打ちたちは。それは救いだぞ。で、これ刺して、あ、しまったしまった。そうかそうかそうか、まずリングスイングをぶつけない、ぶつけないとっていうか、まずリングスイングを入れないとダメだった。先にこっち入れようとしちゃった。よしよし、結局大丈夫、結局大丈夫、結局大丈夫だったから。肉食べて、これ干し肉も全部食べとこう。もう食べといて体力これ回復して、よし、いけるいける。で、入れてアクティベート、よし、レッツゴー、クリア、ザ・キング・オブ・ウィンター終了です。ということで47日間もかかってしまいました。いやー、オベリスクにひどい目に遭わされたな本当に。はい、ということで4番目のワールドもクリアして、ついにラストですかね、チャプター5ダークネス、暗闇ということで、あら、このアリンコメみたいなこと言ってるけど、なんか素晴らしいマックスウェル様の怒りをどうのこうのっていう、ん？はい。で、え、何？ずっと夜じゃんって驚きたいところなんですけれども。ちょっとね、ここが、この最後のステージが、一日中夜だっていうことは、まあ、実はちょっと、いろいろあって知ってしまってて、実際このワールドをどうクリアしていくかっていうことは、わからないんですけれども、まあ同じですけどね、スイングを集めるのは同じだと思うんですけど、まあ、このステージのコンセプト自体は知っていて、ちょっと驚きたいところだったんですけど、まあまあまあ、やらせは良くないということで。そうなんですね。まあ、この最後のワールドは、一日中夜っていう、かなり険しいステージみたいです。でもまあ、あれ？もう、火が。これどうするんだろうな、本当に。これなんだ？あ、マイナーハットの、あ、ブループリントはもらえてるんだ。なるほど。フィッシングロッドのブループリントをもらえてる。へぇ。え？これもうすでにやばくない？夜が明けないってことはどうしたらいいんだ？あれ？これ木、石とかはどうすんだ？待て待て待て、ちょっと考えた方がいいな。ちょっと待てよ、考えよう。マイナーハットを使いながら探索していくってことですよね。で、マイナーハットの、その燃料が切れたら、ホタルを取らなきゃいけなくって、そのためには、ロッドが必要。あ、一応火は、とか木は何個かあるんだな。木は何個かある。草も何個かある。そうかそうか。ちょっとこの辺は入れておいて。で、虫取り網のためにはネットで、マイナーハットのためにはホタルと麦わら帽子、麦わら帽子のためには草、なんかマイナーハッ
そのまんまを作り直す手もあるし、ネットを作って頑張っていくっていう方法もあるってことかな。一応持ってみる？うん、静かだ。なるほど。でもこれ早くしないと、ちょっとまずいぞ。こんなに喋ってる時間ないんじゃないこれ。だってまずこれ木取れないとダメだから、早くフリントを見つけないと。だよね。うわ、そこに、沼地もしかして。え、沼地の可能性ある。うわ、いきなり沼地って、おい。おいって言っちゃった。これフリント見つけないと、やばくない？フリント、フリント。え？やば。これ、ザ・キング・オブ・ウィンターなんかよりよっぽどこれ不自由だぞ。あ、石あった、石あった。いやー、これ、ツルハシ、先作りたいもんだけど、とにかく木がないとまずいから、木、先取る？で、まあ、もしね、まあ、このステージのコンセプトを知らなかったとしても、っていうか、知ってたとしても、この4つのアイテム、持っていくアイテムは僕は買えなかったかなと思って、うん、まあ、この感じにしてます。でも、アイブレラは結局なんか使わなさそうですね。おお、何？え、火がある。マックスウェルズライトだって。これなんだ？いつまでついてんの？どれぐらいついてくれてるのかな？あ、よしよし。石もう一個ゲット。やばい、これだってマイナーハートだって限りがあるぞ。よし、これはもうつけてもいい。なんだ？マックスウェルズライトってのがついてる。これ、信用していいのかな？ああ、クラ、なんつうかな、黒魔術がここで息づいているみたいな感じかな。火植えとこ。よ。これ、燃料与えることできないし、これずっとついてるってことでいいのかな。なんかこういうチェックポイントみたいなのがあるってことかな。そうなのかも。あ、誰かが近づくと、こうやって火がつくんだ。なるほどね。というところで、最後のワールド、ダークネスに突入しました。そんなところで、今回はアドベンチャーモード実況動画終わっておこうと思います。無事にね、最後までクリアできるといいんですけれども、ちょっと怖いステージです。ミスると終わりそうなね、感じがします。はい。ということで、今回も動画見てくれてありがとうございます。はい。ではまた。